こちらにお集まりください。皆様には高城より指導を受けていただきます。その間にご観覧者の皆様にはこの振り替えを行う鷹ハリスホークについてご紹介いたします。ハリスホークはモモアカノスリと呼ばれる南米原産のノスリの仲間で、20世紀に入ってから鷹狩りに使用できることが分かった新しい種類の鷹です。野生のハリスホークは巣立ちした後も親や兄弟と群れになって暮らし、共同で狩りをする非常に賢い鳥と言われています。またペットとしても一緒に暮らせる慣れやすさから、今では愛好者が非常に増えておりますので、皆様も CM 映画でおなじみになっているのではないでしょうか。それでは準備ができたようなので振り替えを行っていただきます。なお体験者の皆様には体験後ご感想を伺いたいと思いますので、帰らずにこちらの方でお待ちください。少し力尽きてしまったようです。野生のトビがこちらを見張っているようです。見事飛び立てました。餌には反応しております。
餌に待ちきれないようです。見事成功しました。それでは体験された方にご感想をお聞きしたいと思います。体験された方はこちらへお越しください。